フォックス頑張ったな。フォックス星になってたけど。フォックス。ああ、フォックス。ディディコング急になれなれしくなって、フォックスズリズリズリ。じゃあな、俺は行くとこあるから、みたいな。今だとフォックスも喋るんだけどね、SP でも。さあ、ドンキーを助けに行くみたいな感じかな。これは扉はなんだ？入れる。じゃあ、フォックス頑張ってくれ。フォックスどうなんだろう、最近そんな全然使ってないけどな、フォックス。フォックス足は速いからね。とりあえず、ガンガンスルーして、先に行こう。結構負けしもトマト落ちてたから、ボーナス的になるのかな。おっとや！よし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 。うわ、何？いや、吸い付かれた。なんか吸い付かれたんやけど、急に。何この吸い付くやつ。そういう絵がありそう。ちょっと吸い付かんといて、そんな、そんな、俺そんな、ちょっと獣な歓喜、獣な歓喜。どっちだ？扉が2つある。おつよよ。おー、やばい、来た。よいしょ。踏め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 。踏めば勝てる、こいつらは。踏めば勝てる。頑張れ、フォックス。踏めば勝てる、踏めば勝てる。これは踏めば勝てる。あ、何この爆弾。怖そう。で、左に行けと。左に行ったら何かあんのかな？何か壊れてんのかな？マグマーン！あ、こっちに何かある。あれ、さっきまでこんななかったもんね。これを行ったところ、さっきのクリボー男を倒したことで、ここのスイッチができたのか。二面を行き来する。あ、ショーゲー！危ねえ。で、さっきなんか扉が光ったから、ここはマグマじゃない説。三度目の正直。三度目。三度目の正直。おー、マグマじゃなくなった。なるほど。あ、こいつは倒せる。いざ！くらえ！おら、どうや！よし！あ、本当に倒すべき敵だったんだ。へぇー。何？なんかイカダみたいなの乗ってる。何何？あー、無賃乗船は困りますね。ちょっと無賃乗船しないで。ボム兵だ。くらえや、うくらえや、うくらえや、うおっ。近すぎた。ビームソードだ。なんだなんだ、乗り継いでって先に進む感じだろうな。でも時々上行った方がいいんじゃないか。これを使うと、ああ、これを使うとこうやって動くのか。へえ。ビームソード強いからな、でも。何これ、効かないんだけど、技。何こいつ。技効かねえんだけど。強い。扉何？ああ、何ダンジョン作ってあんの？ちょっと何回も言うけど、驚きだね。さあ、先に進むか。いや、無賃乗船するやつが多いんじゃ。おぶね。危ないよん、危ないよん。そういや、これ、コマさん、これあんのか。おお、すげえ、結構無敵あんな。こう、あ、こう、あ、いいな、これ、コマさん、これあんのか。みんな使ってるやつね、スマブラで使う、これできるんすね、これ。あ、これはできんのか。移動回避ができないんだよね、このシリーズって。よし。え、でもこれなんかさ、使えそうな気がするな、この動き。この動きすごい重要そう。ああ、なんかまた、場面が、結構長いな、このマップ。フォックスとディディでだいぶ行ってるね、マップ自体は。おい。先に進もう、とりあえず。進めばわかるからね。おー、なんだ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 。おー、どこ行くん、どこ行くのーん。大砲の動きじゃないでしょ、今の。大砲の挙動じゃなかったよ。なに、誰？クッパ。なに？クッパ。キャラだ。キャラ系だ。ちょ、待って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 、やめよう、やめよう。え、いよいよ普通に飛ばさなくちゃいけないやつだ。俺のスマブラの腕が生きてくるぜ。おー、アイテムや。スマブラの腕が生きてくる。ここで。スマブラの腕生きてくるよ。できればね、もうワンストックだけ倒したいな。スマブラの練習。この前の X からの練習。お、終わったじゃない？アピールしちゃうよー、アピールしちゃうよー、やったー。あ、
で、さっきのクッパを倒したんだ。これってことはドンキーもあるんじゃないの？あ、なに？おお、え、本物がいる。あ、本物いる。え、なにそれ、影武者作れんの？ここは逃げるぞと今向かいにホックス。ホックスが引っ張ったり、ディディが引っ張ったり。え、クッパー、マジか。おお、荒廃した動物園。え、スマホの世界に動物園あんだね、でも。何？え、誰？ああ！リュカだ。あ、確かになんか荒廃した動物園って言うとなんかリュカ、なんか顔沈んでんぞ。荒廃した動物園って言うとなんか納得するキャラではあるか。ネスは？リュカ怖がってるよ。ネス？なんだ、ネスか？いや、違うわ。ネスかってので違うわ。ネスと思ったら随分なんか怖いのが来たわ。え、何？リュカ操作。リュカ操作なの？お、曲！曲、名曲だね、これ。あー、いる！くらえ！あ、聞かない！逃げろ、逃げるやつだ。完全に逃げるやつじゃん。ベルトスクロール、完全に横スクロールだ。あれから逃げながら、リュカがとりあえず先に行くステージだ。へぇー。ちょっと待って待って待って、ダメだよ、そういうことしたら。いや、これは素敵処理した方がいいな、横スクロールなら。ゆか、この作品からだっけ。いいよ、とりあえず逃げてけ逃げて。これ怖いでしょ、こいつ。何のしのし歩いてんの、これ恐怖でしょ。は、結構なんか敵味方関係なく吹っ飛ばすな、あいつ。こ、向こう行っておいで。甲羅、あ、いたー、甲羅いたし、甲羅いたし。甲羅も使うのか、あいつ。頭こすってんじゃん、よく見たら。あいつ頭から土煙、すいません、お客さん、土煙出てますよ、頭。あ、いや、言ってましたね。スイッチをやって、あの先のやつを起動するやつだ。逃げろ逃げろ逃げろ、あいつがやってくれる。なや、ポテチ振らせやがって。なや、あいつポテチ、なんかポテチ振らせてるもん、しかいで。あいつ、あー、あの誰取り方のアイテム。あ、なんだなんだ、頑張れ、な、ドボーン。え、なに、あいつ死んじゃった。水の中に沈んだぞ、あいつ。あ、いた、うわー、死んまーん。なに、え、水沈んでやったと思ったのに。え、ホラー展開じゃん、ただの。いや、怖かった、今水から沈んだと思ったら出てきたから、怖っ。お、エコー入った。ピーケアスンダーク、ネス待ってたぜ。やっぱお前がいないとな、ネス。リュカから始まるんだね、にしろ。え、でもこれ勝てんの、戦おうよね、これ。あ、PK フラッシュだ、全然使わないやつ。何、え、PK フラッシュ、さすがの横バースト。おお、中に何かいた。ネス頼むよ、ネス頼むよ、絶対ネス頼むよ、お前絶対リュカ守るよ。ポーキー、おー、頑張れネス。な、ネス、お前どんなキャラなんや、俺わからん。ネスわからん、ネスわかんねえ。 PK ファイヤー、 PK ファイヤーで確か連打すればあいつ死ぬ。相手は PK ファイヤーを連打すれば死ぬはずなんや、俺のスマブラ知識は言ってる。 PK ファイヤーを連打すれば勝てる。スマブラで初心者相手なら PK ファイヤーで勝てる。ネス頑張れ、ネス頑張れ、ネス頑張れ。リュカを守る。あんなにか、PK フラッシュは？ PK フラッシュ！ PK フラッシュどうやるんだ？なんか強かったよね。あ、大ダメージ出るけどなぁ。隙がでかい。やばい。なんか来た。すごい、おぉ。完全アクションゲームだな。ただ PK ファイヤー出るでしょ。くんだくんだくんだ、あー！リュカ、お前も守られてるだけの存在なんだ、嫌やろ。お前も自分で戦うんや。ネスに守れてばっかりの存在なんだ、嫌やんな。ネス、リュカ頑張れ。リュカまだだ。どうも、お前ちょっと無事でネス、やっぱお前が守るべきや。わかるな。お前自分で守らなあかん。うん。あのね、ちゃんとね、あの、リュカを守ったれ。ネス、お前が支えるよ、リュカ。頑張れ。よくわからんけど、お前頑張れ。頑張れ、ネス。
お前がリュカを支えるんや。頑張れる、頑張れです。うわーです、やったやったー。いや難しかったこの二人は知らないんだよ、もうほとんど。あ、ワリオミュージョン。ワリオとクッパが基本的にはこれなんか吸収できないの。アブソーバー、アブソーバー。あれこれなんか嫌な予感が。ネスたちが行けるっていうことは、そのうちワリオはもしかして。あー、ダメダメだー、ドンキーと同じになっちゃった。ドンキーと同じように守ってやっちゃった。あ、リュカ逃げたらあかん。何このアニメ的展開。アニメ、雨降ってきたしかも、ちゃんと。ああ。雨止んだわ。何？あ！なんで腐敗した動物園にポケモントレーナーが？お！そっか。今作はそうか！ X からか、こいつもしかして。ポケモントレーナー、ポケモントレーナーだ。スマブラではね、女キャラしか使われてないんですけど、ポケモントレーナー今作からか。おー、いいねこの BGM なんか後ろで走ってるよ。俺、あれあれあれができない、あれできない、あれなんかできなかったっけな、交代ができない。ビースタリ交代じゃなかったっけ、ポケモントレーナー。ポケモントレーナービースタリ交代できるはずなんだけど、できないな。ストーリーの進行とかってことは、ゼニガメか。多分ストーリーの進行度でできる時とできない時あるんだ。まだできない、ビースタ押したのにできない。俺リザードしか知らないもん、ちゃんと。あ、ポケモントレーナーすぐ出てくんな、お前どこにでも。あー、頑張れ。ゼニガメ、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 ゼニガメ。あ、ボスだ、これ倒さないと。ポケモントレーナー頑張れ、いいぞいいぞ。ポケモントレーナー、ゼニガメか、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、俺はやっぱリザードンがいいな。とりあえずこいつらだけならそんな怖い相手じゃない。まだ来るか、やっぱまだ来るよね。うーたー、なんか何これ、何この敵、影じゃん、もう影じゃん、もう影そのものじゃん。何してくんのかすら分かんないもん。HP 高えな、んで。よし、いいぞ。あ、ゼニガメ強いよ、これ。よし、先に詰めるね。いけ、ゼニガメ。まだまだいける。102でもまだまだいける。おぉ。何？うわ、来た、なんか。なんかビリリ玉みたいなのちゃう。待って、ビリリ玉じゃん、これ、どう見ても。ビリリ玉ー、ビリリ玉みたいなのいる。ビリリ玉みたいなの。何？ビリリ玉みたいなのいるんだけど、何これ。バイダンなんかどう見てもなんか著作権的にアウトな気がすんねんけど、お前どう見てもマルマインとかその種類だろ、お前。ちょっと待って待って、どん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 増えてくるんだけど、なんかバイダン、なんかゼリガメ、ゼリガメ、なんかどん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 増えてくぞこいつ。待って待って、増えすぎ増えすぎ。なんかバイバイン、ドラゴンクエストじゃない、ドラえもんのなんかさ秘密道具にあったな、なんかどんどん増えるやつ。なんかそれだ、それだ、どんどん増えていくやつだ。バイバイになったかな。162。お前まだそんなもんじゃない。まだまだいける。うわー、まだまだいける。ゼリガメ、まだいけるぞ、まだいけるぞ。ゼリガメ、お前はそんなもんじゃない。まだまだいける。ゼリガメ、まだまだいける。ゼリガメ、まだまだいける。死ななきゃいいもんね、結局。ゼリガメ、先行け。とりあえず、どんどん先進め。進めだけ進め。進めだけ進むんや。頑張れ。おーい！リュカ！ポケモントレーナーが。ポケモントレーナーあそこまでやってくれたんや。リュカ、お前が頑張るんや。なんかよくわからんけど頑張るんや。リュカ頑張れ。よしよしよし。ポケモントレーナーがあそこまで支えてくれたんや。お前ならいける。勇気を持つんや。リュカ勇気持て。いや、リュカ全然わかんないな。なんか使ったことあるけど、実際この時代はどうなのかわかんないしな。でもいけたいけた。リュカ頑張ったぞ。痛いよー。
痛いよ、頑張れ頑張れ。な、何すんのや。よしよしよし、なんかよくわかんないけど、いけた。なんだ今の。よし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 、いったいったいった。おポケモントレーナーが頑張ってくれたわ。ゼニガメ頑張ったよお前。おお、いったすげえキリッとしてる。行っちゃうの、行っちゃうの。新しいポケモンになったんだろうな、きっと。あ、きっとああして新しいポケモンが一匹増えたんだろうな。リュカ、リュカっていうポケモンが増えたのかな。